はい、皆さんこんにちは、チェでございます。88の無限の心臓2ですね、やっていきましょう。アーケーディア城ことのほか強かったですね。さあ、あとレベル1個上げて人雇ってと、そんな感じにしていきましょう。あ、もう一撃で倒せる。嬉しいね。あとここで5のキー押しとけばと。5とスペースが同じ扱いなんですよね、確かね。だかスペースでもいいですし、5のキーを押して、これ5のキーを押してもできるんですよね。敵いないかい？弱い敵いないかい？あ、強い敵はちょっとごめんですけどね。さあ、誰やと、だいぶゆとりが出てきましたね。無限の心臓はもうこれぐらい順調にいけばいいんですけどね。あれほんと大変でしたわ。逃げてる逃げてる。あ、逃げるんだ。そうだったっけ、そんなあれかな、ロジックまで入れてたっけ。もう完全に、あ、逃げてない。今見てたら逃げてるように見えてたんだけどね。お金も貯まってきましたし、こっちの方はいないかい。こうやってちょっと行き過ぎちゃうとね、間違えて強いとこ行っちゃうんですけどね。あ、いたいた。おお、来た。金貨2枚しか入りませんでしたけど、ああ、でも出てきた時は倒していきましょう。あ、そうだ、もう人雇っていこう。雇ってで王さんに会いに行きましょう。確か魔法使いか僧侶か何かがね、宗教都市ダルワン、安い人ね。無料の人いなかったかな。はい、ね、旅を助けたいのです。助けてくれるとお金、お賃金入り、あ、そうだ、サラセインさんだ、思い出した。私この人仲間にしてた。あー、サラセインさんだ。安い人は仲間にしましょう。安い人は なんかあれあるのか分かんないですけどね。はい、話聞きましょう。一言30少ないね。あ、ジェシカさん仲間にしてたな。そういや、ジェシカさん仲間にしてたな。私ちょっと待ってね、まだちょっと別れましょう。ちょっと2人でどんな感じなのか見ないといけませんね。魔人について話そう。暗黒の王子、魔人か、魔人、神の力を盗みし者、奴にはたくさんの名前がある。奴は16あるという、どの次元から来たのでもない。この空を覆う天井の向こうからほうき星に乗ってやってきたのだ。奴には呪文や呪いの言葉もあまり聞かない。奴を倒すには古の創造神が残された、神聖なる武器が必要だろう。私の知っていることはこれだけだと。誰が敵なのか正直分かってないんですけどね。おお、で、これは雇ってください。これ雇わねえかと。カインさんね。ん？あ、戦士だね。いや、ね、なるべく無料の人がいいね。無料の人がいいんで、とりあえずサラセインさんだけで。そうだ、サラセインさんだったね。いや、覚えてるわ。サラセインを仲、サラセイン呼び捨てしちゃったけど、サラセインさんを仲間にしてる人多いんじゃないですか。宗教の街、ダルワンにようこそ。ここは光の神の祝福を受けている街だと。あ、そうだ。道具を交換できますよね。私から鎖鎧つけれるのかな、サラセインさん。はい、道具ね。剣を、ああ、しまった、剣構えちゃった。道具使うにしちゃったね。
けど、ご交換、私から剣をサラセインさん。このサクサク動くのがいいよね。で、あ、ローブ、鎖鎧は使えるんだ。あ、今なんか持ってたね。あ、しまった。あ、剣は使えない。あ、そういうことね。うん、じゃあこれでちょっと王様とこまで帰りましょう。サルア王によろしく。あ、よよよよと。さあ行きましょう。方角こっちだね。はい、私攻撃で、サラセインさんは呪文が使えるんだよね。で、こことあ、月の光を杖となれ。ほう、戦闘中には使えないのね。ああ、思い出したぞ。これでね、確かね、あら、呪文で、あ、呪文でね、これでこれすると、あら、違うか、ライトだと思ったんだけど、あれはあれの中か、あれの中かも分かんないね。ダンジョンの中かも分かんないね。そう思うとあれだね、もう一人選手欲しい気もしてきましたね。で、こっちだっけ。あ、いや違うね、まだだね。お、リザードも勝てるかな。お、勝てる。防御かな。ちょっとサラセインさんがヤバげだもんね。あ、でも攻撃しちゃったね。あ、サラセインさんやばいわ。すごい、金貨72枚手に入った。おお、そらダメだ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 。こんなの勝てるわけがない。危なっ。あ、やっつけとこっか、あれで、サラセイン3防御だね。呪文と、あ、月の光しかない。あ、そうだ、これスリング持てるんだ。あ、違う、間違えちゃった。パスで、防御だね。いやー、ドラゴン、まさかのドラゴンでした。ちょっと上からぐるーっと待って、あ、お、お、リザルマン、もうカモにできるもんね。結構防御って使えるんだね。あ、しまった、攻撃しちゃった。あ、今回は21枚だったんだね。さあ、ちょっと、あ、オークも勝てるんじゃ、あ、ゴブリンか、勝てるんじゃない。あ、いけるね。あ、戦士がもう一人欲しくなってきちゃった。うん、防御がすごく、防御がすごくいいね。もうそんなとこ覚えてないね。あ、でもサラセインさん30何年ぶりになったわ。久しぶりだったね。お金のかからない味方はあんま良くないっていうのはいろんなところで聞きますけどね。お、サラセインさんレベル上がった。あ、呪文を一つ使えるようになりました。で、私ちょっと道迷ってんだけどね、来たかな。あ、来たね。さあさあ、またフードもどっかり1個買っていきましょうか。これは人雇えるね。はい、200枚の金貨。
旅の栄光あれね。うわぁ、まあ行った、あっち、あっち行ってよくないかな。で、こう入ってと。ちょっと街の中をうろつろしましょうか。お、はい。100こっち500。あらららららら。もうここまで来たら、もう全然生活に支障はないですね。上何買うのかな。おお、はい。あ、兵士だね。この人は、あ、護衛の人だね。おお、お姫さん、王女がアーケディア城に行ったまま帰ってきません。心配で心配で、あんなとこ行ったのあんなとこ行ったらやばいに決まってんじゃない。もう見てきたけど、アーケード城、アーケディア城ね。あんなとこ行ったら絶対ダメだよ。お、船ある。あ、乗れません。あったね、そういや。あとね、無償の兵士がどっかにいたような気がするんですけどね。違ったかな。こっちは、はあ、あらら、おお、あなたは無限界から蘇った戦士ですねと。あ、それだけ。こんな生きにくいところに行ってそれだけしか言わなかったのね。あ、もう133日になってます。まあ始めた時0日じゃなかったと思うんですけどね。あ、結構回ってみるといろいろありますね。さあ、じゃあ一人盗賊雇おうかなと。ああ、最悪だこれ。うわ、あ、いけたいけた。盗賊って人がいたでしょう。彼にちょっとね、私盗賊好きなんでね。はいはい、よいしょ。あ、当たるよ。あ、当たったのか。もともと当たってたのか。当てたの、サラセインさん。あ、位置当ててんね。位置当ててんだね。さーてと、あ、となると2番目のサラセインさん、3番目の街だったもんね。2番目の町で誰か雇いましょうか。お、誰？あ、私がダメージ受けたんだね。はい、あら、あ、君11枚しか手に入らなかったね。あの、山ほど90何枚入ったのは何だったんだろう。さあ、今度はこっちの自由都市エヌタをちょっとくまなく。もう余裕がだいぶ出てきたんでね。あ、これは関係ないね。すんごい余裕が出てきたんで、ちょっと行きましょう。あ、これ魔法使いだね。あ、でも違うね。雇いませんかって言われるのかなと思いましたが。あと、この中、で言われたね、誰かね。話聞きましょう。1日金貨3枚は高いわ。1日3枚はちょっと高いわね。マハリとね、あれ言われるとね、何でしたっけ、あ、マピロマハマディロマットでしたっけなんかね、ありましたよね。あの、どこで言われたっけ、ウィザードリーでね。よいしょ。ここに盗賊さん？あ、違うね。今何か、あ、重甲冑買えるけど、いや、それよりも、
当だね、私で撮ってください。名前リュリュさん。ああそうだ、この人盗賊だな。おー、盗賊は何か特徴あるのかな。おー、強盗もあったもんね。盗賊リュリュさんね、ちょっとね、ちょっと後でまた見に行きましょう。品定めをしてね。盗賊だから多分一撃弱いんでしょうけどね。話聞きましょう。金貨2枚はダメです、高すぎます。はい、モーリンさん。あ、この人も盗賊だ。あ、ここは盗賊なのかな。あ、どっち、あれでもなんかモーリンさんって昔雇ってたような気がしますね。アーキデル何千、あ、アーキデル行きましたから、これだけかな。お、なんかある。お、怪しい、これ。お、便利な道具いらないかな。エルフの眼帯、松明、鍵、鍵もらいましょうか。私持ってきましょう。鍵2つくらい持ってきましょうか。エルフの眼帯ってなんかすっごい気になるんですけどね。あ、ひょっとしてエルフの眼帯って、ちょっと待ってね、セーブしちゃいましょう。はい、エルフの眼帯ってこれ確かですよ、これでこうなるんだ。そうだ、でもこれあれなのかな。あ、これ消耗品だ。多分いろいろ歩いてるとなくなんじゃない。ずっとね、使えるんだったらいいですけどね。でもね、なんかね、エルフの眼帯を手に入れたっていうのをなんか思い出しました。彼雇おうか、こっちの彼雇おうか。話聞いて、モーリンさん、仲間にしましょう。で、順番を変えましょう。私、モーリンさん、なんか変な並び方になったけどね。誰と誰、あ、誰と誰がか。サラセインさんと私が入れ替わるのがとりあえず。で、モーリンさんと私が入れ替わってと。で、道具だね。私の、あ、私じゃないわ。あ、道具じゃないね。あららららら。道具の交換、サラセインさんの、剣をモーリンさんに。で、モーリンさん、何持ってんの？あ、ローブ持ってんだね。で、あ、剣使えないの？剣使えないのか。ということは、スリングとかあっちの方かな？あ、いや、違う。あ、そうか、剣か。あらららららら。銀のナイフとか？ナイフはそうだろうね。モーリンさんなんだろうね。とりあえず、あ、弓だわ。ナイフと弓だね。とりあえず銀のナイフにしましょうか。で、何も買わない。で、モーリンさん、あ、いや。これ、道具は売れないのかな？あ、銀のナイフ使えるね。ローブ持ってたね。ローブはダメだな。かといって青銅の鎧とか、あ、鎖鎧はいいけどね。私今鉄の鎧持ってたのかな。鎖鎧だろうね。そんな感じだね。あ、軽装備しかできなかったのか。鎖鎧だね。あれ、鍵持ってる、この人。この人も鍵2つ持ってる。まあ、これで、ステータスを見ると、モーリンさん、
弱いね、強さ20しかない。幸運高いんだね。銀のナイフ鎖鎧。うん、いやそう思うとサラセンさんめちゃくちゃ燃費いいわこの人。まあ、とりあえず3人でアーケディア城を迎えましょうか。このエルフの眼帯って永遠使えたような気がするんだけどね。はい、うわもう20分目ってごめんなさい。それじゃあねこの辺で終わっておきましょう。ピシャ88のなんだっけ、あ無限の心臓2だね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。